こんにちは。これまで何回かスイッチバックで荷役線に入る貨物列車をご紹介してきました。現在ご覧いただいている映像は土浦駅中線から引上げ線に向かう貨物列車です。これまではこの貨物列車が引上げ線に入ってしまうと駅からその様子を確認することができませんでした。そこで今回は撮影地を変えて引上げ線での様子を覗いてみたいと思います。この引上線から荷役線に入るためには下り本線、上り本線を縦断するため上下本線の列車通過を待ちます。土浦で系統分離が始まった時間帯です。15両で運転してきた列車の後ろより10両を切り離しワンマン運転で勝田に向かいます。切り離された後ろより重量の行き先ですね。切り離されて留置線に向かってきたのは K423 編成赤電でした。勝田車両センター60周年記念ラッピング車両として2021年11月より付属編成 K451 編成1両が2022年度末までの予定で小山、友部、原野町駅間で運行を開始しました。運行開始から1年後の2022年11月に友部、品川駅間の運用区間を追加し運行期間を2026年春までに変更されました。
他にも2023年4月から今映っている基本編成 K423 編成1両が追加され現在に至っています。2026年春までフレッシュ日立リバイバルカラーとともに十分楽しみます。